今回の動画がですね、実は明日エギング、イカを釣りに、船で釣りに行くんですよ。その前にちょっとエギングの竿のリールを新調しようと思ってまして、今ちょっと釣り具屋さんに向かってます。僕の行きつけのキャスティングさんに向かっている途中なんで、ちょっとその動画をちょっと回せたらなと思って動画回してます。なんでちょっと釣り場へ釣り具屋さんにちょっと向かいたいと思いますんで、じゃあ行こう。さあ釣り具屋さんに到着しました。いつも行ってるキャスティングさんです。さあちょっと買いに行きたいと思います。キャスティングから始まる釣り、キャスティングから始まる釣り、釣りのモダンの音、キャスティング。なんで大体メーカーさんから出てるエギングリールって、今エメラルダスのロットを使ってるんで、はい、あ、これなんかかっこいいな。この辺りとかだとエギングにバッチリなんですよ。値段的にはどんな感じなんですか？値段的にはまあ安いのかな、はい、買い物まであるんですけど、これだと1万5000円。僕左リール負けないんですよ。あ、これ右に変えれます。あ、変えれる。変えれます。なるほど。え、これ以外って何か他あったりします？あとですね、シマノさんとかで言うとセフィアシリーズがあったり。セフィア、ここにあるのがシマノで言うエマン系か。だったらさっきのがいいな。まだ岩で言うエギング用がエメラルダスっていうシリーズ。エメラルダスなんでエメラルダスで合わせた方がいいとかあるんですか？正直性能面で言うと、はい、関係はないかなと思うんですけど、はい、結構それ用ってなると見た目が、あ、なるほど、こう思いっきりな感じになってる方が多いんで、自分の感じで合うのはやっぱエメラルダスはエメラルダスで合わせた方がいいかなと。じゃあエメラルダスでいいや。エメラルダスのやつでお願いしていいですか？はい、微妙な差があるの何なんですか？これとこれでですかね、はい、スツール系が違うんですけど、はい、まあ、それで糸巻き量がとかっていうのもあるし、スツール系が大きい方が比較的実際は円が大きいんで飛距離が出やすいです。そういうこと。で、巻き取るのも、通常よりはちょっと早くなりますよね。まあ、いいや。これ、ラインも巻いてほしいんですか？あ、はい、もうラインもいいですか？はい。で、まあ、一応これとこれだと、巻き取れる方がちょっと違いますよね。ハイギア。じゃあ、これで。これ、どっちがいいですか？エギングだったら早い方がいいと思うので、こっちのタイプとかの方がいいと思います。じゃあ、それでお願いします。はい。のラインお願いしてもいいですか？はい、結構今までやられた感じ、はい、初めてが今までやってきてます。まあ06、06なのかなと思うんですけどね、はい、まあそれぞれいろいろありますけども、あんまりね、こだわりないんであんまりよく分かってない。一応200入りますので、はい、例えば、はい、この辺に、はいはいはい、まあ、じゃあそれで、これなんだっけ、リーダーも巻いてもらえたり、はい、あ、できたりとリーダーもいいですね。はい、そうだな、まあ、この辺の音がいいと思います。あ、じゃあそれでお願いして、はい、ちょっとリールを買って今糸巻きの時間をちょっとこの5番で呼んでもらうまで待機中です。その間ちょっとエギを見ようかなと思います。いや、この曲、さっき歌ってたのはこの曲です。僕はね、結構パタパタが好きなんだね。
これパタパタってね、どれが釣れるんだろうな。立ち回る釣りジャスティング、皆さんはね、やっぱ何使うんだろうな。こういうフラッシュブーストとかもありますね。いろいろあるな。うわぁ、釣れそう。釣れそうやな。パパタもなぁ、いいしなぁ。いや、めっちゃいっぱいあるから、本当に欲しくなるけど、今日はリールだけ買いに来たんで、衝動買いはやめたいと思います。エギオとかね、いいよね。無事にリールを変えちゃいました。うわマジテンション上がる。一応ね、あのお会計がね、あのリールとあとライン P ラインとリーダーも全部巻いてもらってつけてもらって全部で16,862円の消費税なんで18,000円ぐらいだったんですけど、もう結構キャスティングであの買い物してるんでポイントがね7000ポイント以上あったんで、もうポイント全使いしました。なんでまあ今日のお会計は11,000円でしたね。まあいい買い物しましたわ。うわーこれテンション上がるぜ。これこんな感じでね、僕がね今使ってるリール竿があのエメラルダスっていうブランドなんですけど、あのそれと合わせてリールもエメラルダスにしました今回。なんでそれをちょっと明日行く前にちょっとセットして準備したいと思います。今日はもう暗いんで明日の朝にちょっと準備しようかなと思います。 TikTok かなんかのコメントでね、あの竿はまあまあいいのにリールのあのクオリティ、リールのそのあれが結構低いっていうのをコメントあって、確かにリールしょぼいなって思ってたんですよ。しかもね使い込んでて、ね、こうやってシューってキャストした時にちょっとリールがボコボコしててラインが引っかかってたんですよ。カッカッカッみたいな感じで、なんでそれがちょっと気になってたから、もう今日明日ねあの大一番なんでそれに向けてちょっと新調しちゃいました。いやー楽しみ。じゃあちょっと明日へ。さあおはようございます。ちょっと日付変わりまして、あの釣り当日になります。で昨日の動画の続きなんですけど、今日は新しく買ったこのリールをちょっと取り付ける作業をしたいと思います。多分視聴者の皆さんもこういうのがちょっと興味あるんじゃないかなと思ってちょっと動画回してますんで、早速準備したいと思います。で僕が使ってる竿はこのエメラルダスっていうブランドの竿なんですけど、このねリールがねめっちゃしょぼかったんですよ。もうボロボロでここもガジガジしてて、このキャストした時に引っかかったりしてたんで、これをね今日のイカ釣りの大一番の前にちょっと付け替えていきたいと思います。あとでね、なんか今日の一軍のエギもちょっと選んでいきたいなと。一番テンション上がります。
ここのね、シマノのこの緑の部分とこのリールの緑がバッチリ合いますね。うわ、かっこよ。やばいわ、これ。この釣り具屋さんでこのリーダーもね巻いてもらったんで、このね、LINE の結び方とかも僕の TikTok とか見てもらったらちょっと何個か出してるんで、もうこれでバッチリです。よし、これでバッチリ準備できました。うわ、これ楽しみやな。これで準備できましたので、さあ今度はちょっとエギを整理していきたいなと思います。ちょっと出かける前に見てください。こんなにね、もうエギがねめっちゃあるんですよ。こうやってこれを最近買ったこのボックスでちょっと収納していきたいと思います。めっちゃあるんですよ。でなおかつ今日の一軍のエギを選んでいこうかなと思って。こういうのってね、もうほんとめっちゃ持ってきちゃって、これを確実に使わないやつをここに入れていきたいなと思います。今日持っていく一番のやつはもう本当に絞ってちょっと使いたいな。You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high.Even if the sky is falling down. Yeah, どうしようかな。 Jumping from cliffs so high. Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down.Get up and start from the ground. 今まで2年ぐらいエギングしてるんですけど、それでもう、何だろうな、釣り具屋さんに行くたびにちょっとエギ買っちゃってめっちゃ溜まってるんですよ。実際ね、こんな使わないんですよ。こんな使わないのに、なんか収集癖があるんですよ。めっちゃ買ってますね。You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the
知ってるかなって感じです。なんか他にもね、エギオーとかなんかいろいろあると思うんですけど、エギオーで釣ったことまだないかもしれないって。とりあえずこんな感じで、今日の一軍どうしようかな。これは外します。僕はね、やっぱこのね、パタパタこいつらがちょっと熱いんじゃないかな。しかも僕レッドがね結構調子いいんで、こいつは行きたいなと思います。ここら辺のやつもちょっと一軍で持っていきたいなと思ってます。今日がね、船からするんでちょっと重めのエギの方がいいかなと思ってます。うわー、あとこれフラッシュブースト、こう光を反射するんで、こいつはやっぱりちょっといいんじゃないかなと思って。じゃあね、こんな感じでちょっと一軍も決めたんで、次の動画ではバチッとエギングでイカを釣ってる動画を撮りますんで、じゃあ次の動画